どうも、おはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。ということで、目を髪の前面に出します。セルルック表現でよくあるやつですね。目の透け具合も簡単に調整できます。コンポジットというので、濃度も使っていきますがかなり単純なのでご安心を。それでは行きましょう。まず、モデルとカメラを用意します。今回はわかりやすいように、カメラが顔の周りをぐるっと一周するようにしています。モデルはこのようにボディ、ブーツ、ヘア、ジャケット、スカートという構成になっており、それがエソラフォルダにまとめて入っている状態です。ボディメッシュに顔を含め、目などのパーツも入っているので、まずは髪の前面に出したいパーツを決めます。今回は眉で、二重線、まつで、瞳と全部を前面に出そうと思うので、それらをすべて選択し、メッシュから、分に、選択、で別メッシュにします。名前をフェイスパーツとし、M キーから新規コレクション、フロントレンダーを作成し移動します。次にここからビューレイヤーを追加します。設定を聞かれますが、新規ビューレイヤー作成時の表示状態が変わるだけなのでどれでも OK です。新規ビューレイヤーをフロントレンダーとし、このレイヤーには髪の前面に出るもののみ表示します。フロントレンダーコレクションとライトがあればそれも表示します。ビューレイヤーに戻り、こちらはフロントレンダーコレクション含め、レンダリングしたいものすべて表示します。コンポジットに移動します。濃度を使用にチェックを入れます。すると2つだけ濃度が出てくるので、ここに少し濃度を足します。シフト足す A から、入力、シーン、レンダーレイヤーを追加、出力、ビューアーを追加、カラー、ミックス、アルファオーバーを追加、それらの濃度をこのように接続します。そしてこちらに接続しているレンダーレイヤーのレイヤーをフロントレンダーに変更します。それぞれのレンダーレイヤーのここのボタンを押すと背景にイメージが表示されます。これはカメラの位置を変えたり、表示非表示を変えたりしても自動で更新されないので、必要な時にその都度します。背景イメージはオルト足す V でズーム、V でズームアウト、オルト足すホイール押し込みで移動、オルト足すホームで背景にフィットします。これで目が髪の前面に出たと思うので、あとはここの係数でお好みの透過度に調整します。この状態でレンダリングしてみましょう。そうなんです。このままだと全てにおいて目が前面に出てきてしまいます。後頭部からでも見えるのはもちろん、このように瞳が寄った時もはみ出してしまいます。ということで、これを防止するためにマスクを用意します。基本的には顔のメッシュをコピーして作成しますので簡単です。目周辺の顔メッシュをシフト足す D でコピー。メッシュから、分離、選択で別メッシュにします。名前をフェイスマスクとし、M キーから、フロントレンダーに移動します。いろいろマテリアルが割り当てられてるかもしれませんが全て削除します。少々形状を整えます。目の境界線はそのままに、それ以外をオルト足す S などで少し内側に入れます。2面も、コントロール足す F のグリッドフィルなどで閉じておきましょう。新規マテリアルを追加し、フェイスマスクとします。シェーダーに移動し、プリンシプル DSDF を削除し、シフト足す A から、シェーダー、ホールドアウトを追加。これをマテリアル出力に接続します。このホールドアウトシェーダーを有効にするために、レンダータブのフィルムの中にある、透過にチェックを入れます。これで完成です。お疲れ様でした。レンダリングしたものがこちらになります。コンポジットは複数の映像素材を合成する機能です。CG が関係する映像作品は、この機能でまとめられていると思って良いでしょう。とても奥の深い機能ですが、今回はそんなコンポジットにも少しだけ触れました。これを機に少しずつでも、コンポジットの理解を深めていけたらなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか？少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。